このやりとりいらないとペロリストは思うな。タンポポ。え、何ですか？何もしないから教えてくれ。お前はなんで嘘をついてまでパンジーに彼氏を作りたかった？それになんでパンジーと知り合いだってことを隠した？最初から素直に相談してくれて問題ねえことだと思うんだが。それはそのですね、私は如月先輩に嘘をついていて、でも本当は、って、おい！かわいすぎてギルだよ、あいつ。ジョーロ君、タンポポをあまり怒らないでほしいわ。なんでお前がかばうんだよ。隠していたのはタンポポなりの優しさだもの。え？私ね、第三者からいろいろと言われて、誰かと恋人同士にされるのにとっても嫌な思い出があるの。タンポポはそれを知っていたからこそ、こっそり私の気持ちを叶えようとしてくれたのよ。そりゃ中学時代にてめえが誰かと付き合ってたってことか。あら、気になる？誰とも付き合ったことがねえって分かったから、みじんも気にならねえ。で、結局タンポポは何を企んでたんだ？言いたくないから言わないわ。